こんにちは、駅弁マニアの堀田でございます。今日は名古屋駅の駅弁、松浦の味噌カツ丼を開けてみたいと思います。東京駅の駅弁屋祭りで購入してまいりました。外箱を取りますと、中はこんな感じですね。味噌カツが並んでます。で、ここに卵がありますね。これ半熟卵なんですね。駅弁屋さんの半熟卵としては、多分ここの卵が、この松浦商店さんのこの駅弁の卵が一番美味しいんじゃないかと思います。これをかち割ってですね、この味噌カツの上に乗っけて食べると最高なんですね。いただいてみましょう。卵はですね、すでに割って味噌カツの上に置いてます。味噌カツはこんな感じですね。ご飯の上にも味噌が染みてますね。うん、とんかつ自体は割合とあっさりしてて、そこに味噌カツがかかることでコクが出ますよね。うん、そしてこの半熟卵がうまいんだよ。こうやってね、ほら、味噌カツに絡めて食べる幸せっていうんですかね。うん、最高だ。ほら、こうやってね、とろとろですよ。うん、素晴らしい。わさび菜なんかもね、あ、口直しにいいですね。うん、味噌カツもね、名古屋駅にはいろんなお弁当売ってるんですけど、松浦の味噌カツ丼、これ卵がある分よりおすすめですね。あ、うちの猫が鳴いてる。いい匂いがするからかな。はい、ということで松浦の味噌カツ丼以上でございます。